李俊信勲章は朝鮮民主主義人民共和国の勲章。勲章の名称は李氏朝鮮時代の将軍李俊信から取られている。李俊信勲章は第1級と第2級の2等級が制定されていた。朝鮮戦争時代の1950年7月13日に制定された。この勲章は朝鮮人民軍海軍の将官、指揮官を授与対象とした。 第2級、李春審勲章は22回授与されたのに対し、第1級、李春審勲章は朝鮮戦争下で授与されることは、なかった。いつ李春審勲章が廃止されたかは不明だが、朝鮮戦争後も授与された、際の写真が残っているため、少なくとも戦後数年間は存続していたと思われる。ABCD、ODM of North Korea, Order of Admiral L.I. 三信。 2016年4月16日閲覧。a b c d ワイサー、マーチンチェスフルオブブラス ADPRK ポリティカルヒストリーインウォーダーズメダルズプライジスアンドタイトルズ。2016年4月16日閲覧。ありがとうございます。